いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、期待通りのバッティング、ホームランで点差を縮めます。いや彼らしい思い切りの良さが出ましたね。これで1点差に詰め寄りました。バッターボックスは5番森。今日はここまでマルチ安打を記録しています。ライオンズホームランで得点を挙げています。西さん、ここは追い上げたいですね。いやこのチャンスはね、つなぎたいですよね。2球目打ちました。ライトライナー掴んでまずワンアウトです。今画面に出ているのが先ほどの配球です。打ちました。これはどうだ、ショートの横抜けた。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。ここはうまく打ち返していきました。まあ甘い球は見逃さないですよね。さあ同点のランナーが一塁です。バッターボックスにはこの先、まあ、バントの上手い選手ですし、ここはバントでいいと思いますね。なるほど、そうですか。内から入りました。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。内野はバント警戒してませんね。変化球空振り、ツーアウトになっています。バッターボックスは8番メヒア。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナー一塁です。初球ヒー、センターに打球伸びる、ここはフライになっています。岡田、難しい打球をよく取りました。しかしこの回西武ライオンズ点差を縮めていきます。6回終わって4対3、ライオンズが1点差まで追い上げました。小宮山さん、ピッチャーは7回も続投ということになりました。援護を待つためにもここからも我慢の投球が必要ですね。そうですね、もう本当に早く打線の援護を期待したいですよね。本当にそうですよね。打ちました。一塁へ送ります。アウト、ワンアウト。小宮山さん、現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんがどうでしょうか。まあそろそろ疲れも出てくる頃ですかね。そうですね、ただまだ続投ですからここは踏ん張ってほしい。初球見送っています。入れてきました。ノーボール2ストライクです。外れていきます。引っ張った、あっと追いつく、アウト、スーパープレイ、いいプレーが出ました。ファインプレーです。いやー小宮山さん、素晴らしいプレーが飛び出しましたね。そうですね、バッターは打った瞬間に抜けたと思ったでしょうからね。バッターボックスは3番中村。今日はここまで猛打賞を記録しています。ツーアウトランナーありません。2球目決まっています。三振を取りました。スリーアウト、チェンジ。この回マリーンズ三者凡退です。4対3、1点リードはマリーンズです。さあそしてここからはラッキーセブン、ライオンズの攻撃に入ります。西さん、ラッキーセブンとはよく言うんですが、この7回は選手の中ではどんな感情が出てくるもんなんですか。まあこの辺りからね、終盤ですからね、まあ1点の重みっていうのが出るのはこの回あたりからですよね。なるほどね。一塁に間を破る、これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。バッティングご覧いただきましょう。見事期待に応えました。いやそれにしてもうまく引っ張りましたね。打順は1番に帰ります。バッター秋山、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。さあ初球は何か、手が滑ったでしょうか。
まあ、向こうは併殺を狙ってると思いますから術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど、そうですね。ストレート打った、セカンド正面抑えた、二塁アウト、アウト、ゲッツーを取りました。打席には2番バッターゲン、今日はまだ当たりがありません。ライオンズダブルプレーでランナーなくなりました。ノーボールツーストライク、インコースボール、真ん中打ちました、センターに抜けました。これで3試合連続安打、ツーアウトランナー1塁。ここはうまく打ち返して出塁していきました。まあ、そうですよね、完全に甘く入ってますからね。さあ、この終盤1塁には同点のランナーです。バッターボックスには浅村、そして塁上にはゲン、まあ、真ん中打った、ショート正面取った、二塁アウトでスリーアウト。ランナー出ましたがライオンズ得点はありませんでした。7回終わって4対3、マリーンズが1点をリードしています。打順は4番井上、まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。引っ張った、中村アウト、ワンアウトです。小宮山さん、100球を超えていますがまだ投げさせますかね。どうでしょう、ちょっと限界のようにも見えますけどね。あ、なるほど、ベンチもどう動いてくるかですよね。初球ストライク、ここはストライクゾーンのボールは打ってきますよ。はい、入りました、あっという間に2ストライクです。引っ張った、山川一塁、そのまま入ってアウト。打順は6番菅野、2アウトランナーありません。ピッチャー球のキレが落ちてきました。どうでしょう、このセンターへ抜ける、これが自身本日の初ヒットになります。2アウトランナー1塁、ここは初球を狙われた形になりました。もう少し慎重に行きたかったですね。バッターボックスには7番福浦、先ほどの打席で勝ち越しタイムリーを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。ライオンズここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手の竹熊、ピッチャー竹熊、背番号48。アウトコース、ストレートが決まっています。チェンジアップは入りません、ボールになります。弾き返した打球はライトへ、ライトライナー掴んで3アウトチェンジです。ランナー出ましたがマリーンズ得点には至りませんでした。4対3、マリーンズが1点をリードしています。マリーンズ8回の裏、ライオンズの攻撃です。一方マリーンズはピッチャーが変わります。シェパード2番手としてコールされています。さあ、マウンドを任されたのはシェパード、今シーズン3試合目の登板です。サインさん、この相手をどう打ち崩していくかですよね。まあ、しっかり攻略したいですよ。このイニング反撃の口火を切ることができるんでしょうか。まあ、ここは際どいところも打っていかないといけませんね。なるほど、さあバッターは何を待っているか。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックス森、先ほどの打席はライトフライに倒れています。シェパード、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。打った、スタンド一直線、ホークナース、入った、ホームラン、同点のソロホームランです。西武ライオンズ、これがチーム2本目のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ、同点に追いつきました西武ライオンズ、4対4。
まあ、やはりこういう場面で打てるのが主軸なんですよね。そうですね。宮野さん、ナイスバッティングでしたね。いい結果になりましたよね。果たしてこのままリードを取る展開へと持っていけるんでしょうか。バッターボックスには6番中村。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ライオンズホームランで同点としています。初球は何で来るか。初球ボール。2球目は何で来るか。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー1塁です。うまく持っていきました。非常に速い打球でした。鋭い当たりでしたね。さあこの終盤1塁には勝ち越しのランナーです。バッターは殿崎。まあ1点が欲しいシチュエーションですから、バントか少なくともランナーを進めるようなバッティングが求められるでしょう。ストレート打った。センター前へ抜けていく。センター前ヒット。佐々木今日の初ヒットがここで出ました。見事なバッティングでした。リプレイでご覧いただきましょう。まあ甘い球は見逃さないですよね。さあそしてバッターボックスにはメヒアが入っています。さあ一打勝ち越しのチャンスです。まあ、この回に勝ち越せると大きいですからね。期待したいですね。なるほど、そうですね。ストライク。ここはあっという間に追い込んでいます。いい当たりだ。二塁送球。二塁フォースアウト。ダブルプレイ。チェンジです。ここは決めておきたかった場面なんですが、最後はダブルプレイに倒れてしまいました。なかなか結果が出ませんよね。しかしこの回西武ライオンズ貴重な得点が入りました。8回終わって4対4、ライオンズ同点に追いつきました。西さん、ここまでは手に汗握る展開となってきてますね。いや本当ですね。あの試合を見てる方は楽しいんですけどね、やってる方はねもう気が気じゃないですよ。本当にそうですよね。三遊間抜ける。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。さあランナーを置いてどう対処していくでしょうか。まあここはね気にしないでね、次のバッターを仕留めること、まあそこに集中することですね。さあこの終盤にノーアウトでの勝ち越しのランナーを許しています。バッターボックスにはバントしました。三塁方向。サード取った。一塁送球。一塁アウト。きっちりと送ってきました。ワンアウトランナー二塁。さあライオンズ一打勝ち越しの場面となっています。ここで取られるわけにはいきませんから、低めに丁寧に掘っていきたいですね。なるほど、そうですね。まあただ彼はこういう場面でギアを上げられるピッチャーですから、抑えてくれるんじゃないですかね。ノーボールツーストライクです。西さん、バッターの岡田、このピンチ空振り三振に切って取りました。踏ん張っています。ツーアウトランナー二塁です。さあそして打席には平沢入ります。さあツーアウトながら得点圏にはランナーが残っています。この回で勝ち越されると厳しくなってきますから、なんとか引き続きしのぎたいですね。なるほど、そうですよね。空振り三振。ここは投げ勝ちました。ピンチをしのぎました。ご覧いただきましょう。連続三振で勝ち越しは許しませんでした。そうですね、いいピッチングだと思いますよ。マリーンズ9回の裏ライオンズの攻撃です。そしてマリーンズはピッチャーが変わります。田中が3番手としてマウンドに上がります。この同点の場面で登板ということになりました。西さん、さあ1点入ればさよならです。ヒーローが出てきてほしいんですが、どうでしょうかね。いやそうですね、まあ今日はね誰がお立ち台に立つか楽しみですね。そのさよならに向けて戦っています。落ちた。ヒットになる。センター前ヒット。これで3安打猛打賞。俊足のランナー走ってくるんでしょうか。
見事なバッティングでした。リプレイでご覧いただきましょう。打順はトップに帰って秋山、先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。ヒットでランナーを一塁に置いています。このゲームはスタメン全員にヒットが出ています。いやー、西さん、打線は絶好調ですね。まあ、こうなってくるとね、チーム全体が強い。当たり、セカンド正面、掴んだ、二塁アウト、ランナー一塁は変わりません。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ゲッツー崩れでランナーは残っています。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。打ち上げました、抑えてツーアウト。ツーアウトランナー一塁と変わります。バッターボックス